皆さんこんにちは。今日のテーマはユダヤ人の歴史1です。ユダヤ人の歴史について聖書から見ていきたいと思います。まずイスラエル人とは何かというと、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫です。アブラハムはあなたの子孫は星の数のようになると語られ、その言葉を信じました。アブラハムの息子はイサクであり、その息子はヤコブです。ヤコブの12人の息子たちからイスラエルの12部族が生まれました。ヤコブは神の祝福を求め神と戦い、ヤコブはイスラエルという新しい名前を神様から与えられました。イスラエルという名はヤコブの子孫のイスラエルの民の名となっていきます。そしてユダヤ人という呼び方はヤコブの息子の中のユダ部族に由来します。ヤコブの息子のヨセフは奴隷としてエジプトの地に売られ、後にエジプトの首相となります。大きな飢饉が訪れ、ヤコブと息子たちはヨセフのいるエジプトに移り住み、十二部族の子孫は増え広がりました。その後十二部族は400年間奴隷とされます。 BC 1100年頃、モーセは神様から語られ、神様の奇跡をもってイスラエル12の部族をエジプトから脱出させます。エジプト脱出後に神様はイスラエル12部族と契約を結ばれます。神はイスラエルの神となり、イスラエルの12部族は神の民となりました。この契約に付帯して律法が与えられました。その中心となるのが有名なモーセの10戒と言われるものです。これが今でもユダヤ教の律法として守られています。エジプト脱出の後40年間アラノをさまよい、エフライム族のヨシュアにより神がアブラハムの子孫イスラエル12部族に与えると約束した乳と蜜の流れる地であるカナンを勝ち取ります。それではまた。